今日はおから焼きドーナツを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はおから焼きドーナツを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、おからパウダーを使って揚げない焼きドーナツを作っていきます。さらにですね、こちらのドーナツに今回はチョコレートをトッピングして仕上げたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにおから焼きドーナツの材料をご紹介します。材料はこちらです。おからパウダー、牛乳、サラダ油、お砂糖、卵、ベーキングパウダー、こちらの6つの材料で作っていきます。まずおからパウダーなんですが、こちらは必ず微粒子のね、キメの細かいものを使用するようにしてください。粒子が粗いものを使ってしまうと食感がね、ちょっとボソボソっとした感じになってしまいますので、できるだけキメの細かい微粒子タイプを使用してください。そして牛乳ですね、こちらは豆乳で代用していただいても OK です。そしてサラダ油に関しましては、こちらは米油でも大丈夫です。そしてお砂糖ですね、このお砂糖は低糖質にしたい場合はラカントエスを使っていただくといいかなと思います。ただ少し膨らみ方が変わるので、ふっくらとさせたいときは白砂糖がおすすめです。それでは続いてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。チョコレート、カラースプレー、ラズベリークランチ、チョコペン。トッピングはこちらの8つの材料でしていきます。このトッピングに関しましてはお好みのものでやってみてください。そして今回はですね、こちらシリコンタイプのドーナツ型を使っていきます。こちら直径が約7センチのものになります。そしてこのドーナツ型の内側に薄くサラダ油を塗っておいてください。はい、型の準備はこれで OK です。こちらの準備は必ず生地を作る前に行ってください。それでは早速作っていきたいと思います。それでは生地を作っていきます。まずボウルに卵を割り入れます。そして軽く溶きほぐしましょう。軽く溶きほぐしたら、ここにお砂糖を加えます。砂糖を加えたら手早く混ぜてください。このお砂糖はね、すぐ混ぜないと砂糖が卵の水分を吸ってつぶつぶができてしまいます。なのでお砂糖を加えたらね、すぐ混ぜるようにしてください。はい、 OK です。だいたい30秒から40秒ほどしっかりと混ぜてください。それでは続いてここにサラダ油です。そしてこちらもしっかりと混ぜましょう。よく混ざったら、ここに牛乳をまず半分加えてください。そしてよく混ぜます。材料はね、一つずつ加えて、その都度よく混ぜるようにしてください。はい、 OK です。それでは続いてここにおからパウダーを加えます。おからパウダーは必ずね、ふるって加えるようにしてください。加えたらね、泡立て器でしっかりと混ぜてください。ダマができないように混ぜましょう。おからパウダーを入れる前の生地が緩すぎると、おからパウダーがダマになりやすいので、牛乳は半量ずつ加えるようにしてください。はい、 OK です。このようにおからパウダーのダマがなくなるまでしっかり混ぜましょう。それでは残りの牛乳を加えます。そしてよく混ぜます。はい、今ね、このぐらいトロトロっとした生地感になってます。それでは最後こちらベーキングパウダーを加えます。ふるって加えてください。ベーキングパウダーは水分に反応するので、必ず最後に入れるようにしてください。そしてよく混ぜましょう。このようにムラなく混ざれば OK です。それではね、こちらを型に流し入れていきます。そして流し入れるときは、こういったね、注ぎ口がついてるものに入れ替えていただくと入れやすいと思います。面倒な場合はスプーンですくって入れていただいても OK です。それでは入れ替えます。入れ替えたらこちらの容器に流し入れてください。はい、このように流し入れます。今回は6個分になります。生地の入れる量なんですが、だいたい6分目から7分目を目安に入れてください。それではこちらを天板に乗せて、180度に予熱したオーブンで15分から20分焼いていきます。はい、焼き上がりました。このようにね、ふっくらと美味しそうに焼き上がってます。今回私は18分焼いてます。こちらの焼き時間は様子を見ながら調整してください。それではこちらをケーキクーラーの上に置きます。そしてこの上にですね、表面が乾燥しないようにふわっとキッチンペーパーをかけて、このまましっかり粗熱を取って冷まします。
トッピングの準備をしていきます。まずチョコレートですね。こちらを細かく砕いていきます。はい、このように細かく砕いてください。そして砕いたらボウルの中に入れます。はい、このように入れてください。それでは今からね、湯煎で溶かしていきます。チョコレートはですね、湯煎で溶かすようにしてください。電子レンジで加熱してしまうと焦げやすいので注意しましょう。それでは別のボウルに60度前後のお湯を用意してください。そしてボウルを置きます。このままですね、湯煎に当てながら溶かしていきます。今回私はね、ガラスのボウルを使ってるんですが、アルミボウルがある場合はアルミの方が熱の伝導率が早いので、チョコレートが溶けやすくなると思います。はい、OK です。このように綺麗にチョコレートを溶かしてください。チョコレートの準備はこれで OK です。それではドーナツが冷めたので取り外していきます。ちょっと底の部分を押し上げて、そして取ってみてください。はい、このように美味しそうに焼き上がってます。それでは残りも同じように取り外していきます。はい、こんな感じで美味しそうに焼き上がってます。それではドーナツにチョコレートをコーティングしていきます。まずね、こちら湯煎から外してください。そしたらですね、こちらこの表面にチョコレートをコーティングします。このようにつけたら半分ぐらいまで浸して持ち上げます。そしてちょっとね、チョコレートを落とします。はい、こんな感じです。このようにチョコレートをコーティングしてみてください。それでは残りもね、同じようにコーティングしていきます。はい、こんな感じでコーティングしてください。そしたら最後トッピングしていきます。まずね、こちらはカラースプレーにします。こちらはお好みでトッピングしてみてください。はい、 OK です。続いてこちらはラズベリークランチです。はい、このようにトッピングします。それでは最後チョコペンです。こちらは下にバットを置いといてください。ではやります。はい、OK です。それではあとはね、チョコレートをこのまま固めたいと思います。はい、これでおから焼きドーナツの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにふっくらと美味しそうに仕上がってます。デコレーションもお好みでやってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。もうドーナツがしっとりしてすごく美味しいです。そしてこのチョコレートとすごく合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のおから焼きドーナツのポイントです。まずおからパウダーなんですが、こちらは必ずキメの細かいおからパウダーを使用してください。キメの粗いものを使ってしまうと食べた時の滑らかさが軽減されてしまいます。そして生地を作る時のポイントです。生地を作る時は材料を一つずつ加えて、その都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地の馴染みが良くなります。そして牛乳なんですが、こちらは半量ずつ加えてください。牛乳を半分加えた後におからパウダーを加えるんですけれども、生地が水っぽいとおからパウダーがダマになりやすくなってしまいます。逆に水分量が少なくてもね、ダマになりやすいので、牛乳の量を調整して混ぜてみてください。そしておからパウダーなんですが、こちらは加えたらしっかりと混ぜるようにしてください。ダマがなくなるまで混ぜていただけたらと思います。そしてベーキングパウダーですが、こちらはですね、水分に反応するので必ず一番最後に加えるようにしてください。そして今回はシリコン型のドーナツ型を使ってます。必ず生地を入れる前に薄くサラダ油を内側に塗っておいてください。そして焼き時間に関しましては、だいたい15分から20分の間で様子を見ながら焼いていただけたらと思います。そして冷ます時はですね、型に入れたまま冷ましてください。熱々の状態で取ろうとすると結構剥がれてしまうことが多いので、必ず冷ましてから型から外しましょう。そして今回はね、上にチョコレートなどをトッピングしました。こちらのトッピングもすごく簡単で見た目も可愛くなるので、ぜひやってみてください。チョコレートに関しましては、今回ガーナのブラックチョコレートを使ってますが、お好みのものを使用していただけたらと思います。今回ね、普通の白砂糖を使ってるんですが、お砂糖はラカント S などで代用していただいても OK です。そして牛乳に関しましては豆乳を使っていただいても大丈夫です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はおから焼きドーナツを作りました。私のチャンネルでは
他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Insta、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。